タロ散歩チャンネル。はいはい、はい、ありがとうございます。どうも千円札とかあるとね、どういう風に払ったらいいかよくわかんないってなりますよね。支笏湖到着しました。いや、支笏湖なんて車でしか来たことはありませんからね。あ、というかね、こっち側はもしかしたら初めてかな。結局そう、お手洗いのあるところ戻ってきたんですけれども、なんかこれなんだろうな、バスの待合所のような扱われ方をしてるようなところっていうふうに言っておきますか。そうなのような気もしますけども、今そこで見てたんですよ、2005年6月の広報千歳よりカラスを知るということ でカラスってね、そうなんかいろいろあるんですけど、なんだろうね、まあ、とにかくね、危害を加えなければそんなにっていうのがあるんですよね。ただね、やっぱりちょっと頭のいい鳥ではあるので、その辺はね、やっぱりちょっといろいろ特徴をつかんで、ちょっと人間のね、知恵を見せつけなくちゃいけないみたいな、そんなところはあるような気がします。異様な鳴き声に注意する。カラスは警戒域に人が入ると必ず威嚇をします。だからそれ以上近づくなと。で、巣やヒナに近づかない、これはまあね、カラスじゃなくてもそうですよね。襲われたら服装を変えてみる、まあ、そんなこともあるんですね。で、カラスから目をそらさない。カラスは人間が強いと分かっているので、睨みつけると襲ってきません。逃げ惑うのは逆効果ですということです。頭を狙ってくるんで、傘を差すのも有効だということです。あ、そうなんですか。いろいろあるんですね。で、そしてね、支笏湖といえばやっぱりね、これ秘めたる理由がここにあります。秘めますチップっていうんですけれども、そう、もともとどこだったかな、屈斜路湖にいたチップを、いつだったかな、だいぶ前ですけど、戦前に支笏湖に持ってきて、それで養殖して、それが支笏湖に広まったということでね、おなじみで、まあ、ちょうど今日からかな、6月ぐらいからね、支笏湖の秘めますチップって漁が解禁されるんですよね。なんていうことがいろいろ書かれていたりします。そう、我々は今ね、千歳市からこうずっとここを通ってやってきて、で、分かれない、そうですね、こっちの方に276号線ずっと通ってるんですけれども、ではなくて、こちらのまっすぐ道をやってきて、国道453号線を通って今ここに来たという形です。で、バスはね、ここまでしか行かないんですけれども、ここから先に、ここが丸駒温泉というのがあって、温泉の歴史としてはこの丸駒温泉の方が大正ぐらいから始まっていて古いんです。で、支笏湖温泉、この辺はいつぐらいからかなというふうにちょっと事前に調べてみたんですけれども、温泉が出たのって1970年代なんですよね。意外と、そう、4、50年ぐらいしか経ってなくて、意外と新しい地区ではあるというのだけはちょっと一応言っておきますね。あとね、全然関係ないですけどね、このモラップ、昔はね、モーラップとかというふうに書いてあったんです。今モラップって言うんですね。で、そこなんですけれども、そう、あそこにキャンプ場があって、そう、私ね、確かね、高校の時の炊事遠足、高校2年だったかな、3年だったかな、だから2年だか3年ぐらいの炊事遠足って、ここでね、ジンギスカンしたんですよ、というのはうっすらと覚えています。ちなみにここ Wi-Fi も通ってるそうです。じゃあ今12時46、7分で、あと3時間ぐらい、最低3時間、最高5時間、時間があるので、じゃあ見て回りたいと思います。では何卒よろしくお願いいたします。まあまあ静かといえば静かなんですけれども、まあ、ちょっとここの駐車場のね、ところに止まってる車の台数を見てなんとなくわかるんですけれども、めちゃくちゃシーンとしてるわけではないというのだけはこれ言っておきますね。なんか こっちの方も見てもね、ちょこちょこっとやっぱりね、歩いてる方いらっしゃるので、うん、だから一応ちょっと念のためにね、あんまりね、その密にならないように、コミュニケーションを取らなくちゃいけないとか、そういうのはもちろんあるし、もしかしたらなんか何かのご縁でね、ちょっとお話が盛り上がるということもあるかもしれないですけども、でもなるべく無駄に近づくということだけはしないようにしたいと思います。ここに、大きい宿があって、こちらね、ちっちゃいこう建物が並んでるんですけどね、結構ね、お店がずらーっと並んでる区画なんですよ。ここのお店お休みか。あ、これね、アイヌの伝統の、なんていうの、抗菌、口のことって書いて、むっくりね、ビヨンビヨンビヨンとかっていう音が鳴るっていうんで、行くとき行けばね、聞けると思いますけれども。
支笏湖名物天然産ヒメマス料理、いいですね。このなんかソフトクリームが売ってるところも至るんで、一瞬なんかあのヒメマスソフトじゃないかなっていう気がして、あのビクビクしておるんですけども、そんなことはないのは分かっております。ここはねカレーライスとかも売ってますよ。まあよくある観光地みたいな、そんな感じですね。2階とかもやってるみたい。遊覧船ボート乗り場山線鉄橋、この山線鉄橋というのは近代さんなんですけれども、で野鳥の森520メートル、そして、お手洗い展望台パークハウス、なんかこっちが、ね、普通名詞なんですけども、なんかこっちも、こっちも普通名詞か、なんか湖に行くみたいな、そういうような、あの海と陸を対決しているような、そんな感じですが、無駄な争いはやめましょう。まあ、支笏湖も、ね、カルデラ湖といって、まあ、要するに火山が噴火した穴に水が溜まったという、そういうものなんですけれども、ずいぶん山坂が激しいですよね。こうぐんと降りてこうポコって穴が開いて、そこに水が溜まったって感じかな。なのであんまりね、湖畔の平坦な平らなところってのはあまりないんですが、でね、これもそう結構、ね、急で、あのこう、ね、あの湖の底もこう結構急で、一番深いところで320メートルぐらいだったかな、320メートル。そうだから東京タワーが1個分、ずっとこう湖の底に沈めようと思えば沈められるような、そういう感覚なんですよ。そして平均の深さが大体230メートルぐらいなんで、何かな、東京都庁がね1個分ね、こう平均的に埋めようと思えば埋められるって、そういうような深さですね。結構山坂が激しくて息が切れそうだ。これ息切れ系 YouTuber のちょっときつい坂道ですね。殺しにかかってますが、でここに観光船、もう今月はもう今月いっぱいお休みだというふうに聞いてますけど、6月いっぱい観光船普段ならここで就航しております。船、なんか湖の底が見える、船が何もだっけな、1650円ぐらいだそうです。いや、こう木がなくなると急にこう景色が広がっていいですね。あ、でもね、あれ白鳥のボートは今日やってんのかな。こっからはね2機向こうに動いてるのが見えますが、やってるっぽいですね。でも2000円するんですよ。ちょっと今の私にはちょっと高すぎるのと、高すぎるのでやめましょう。でここに階段があって展望広場っていうのがあるみたいです。これか、30メートルほど歩くと展望広場に着くということで、まあ後でちょっと行ってみましょうか。暑い、今日ね地味に25度ぐらいあるんですよ。こちらの鉄橋がですね、結構ねこう年代物の結構価値のある鉄橋なので、ちょっとあの辺を次見てみましょうか。こちら山線鉄橋というふうな名前がついてます。山線なんですよね、山なんですよね。その辺の、あの話はちょっと後でするとして、もともと明治32年1899年に、もともとはね、これ砂川モセウチの間、だから滝川の方で、かかっていた鉄橋なんです。第一ストラチ川鉄橋梁というふうに言いまして、でこれは、イギリスの技術者ポーナルの設計によるものであり、英国製の200フィールドダブルワーレントラス橋である。あ、そうですか。まあ、それは置いといて、で、まあ、それをね、王子製紙、苫小牧とかで紙を作ってる会社なんですけれども、その王子製紙が払い下げてここに架けたという、でそれの名残なんですよね。じゃあなんで王子製紙がここに、橋を架けたかといいますと、ここにある、そう、紙の原料である木材を、切って積んで運ぶ鉄道用の、橋としてこれ作られたんですよ。作ったというか置かれたんですよね。王子軽便鉄道、通称山線ということで、山の方を走っていた山線と、それから海の方を走っていた海線というのがあったみたいで、苫小牧支笏湖からにおいて開始した、だから自転車道路とか横にあったじゃないですか、今回ずっと撮って。であれってね、そう、もともとその山線と言われていたこの王子軽便鉄道、疲れてきた、そう、そのあれを運ぶやつ、紙の原料である木材を運ぶその列車 の、 配線跡を使っているというふうなのを聞いたことがあります。建築資材、製紙用原木、運搬のみならず旅客車用の輸送も行われたということで、ただそれもね1951年昭和26年に姿を消すことになりました。でこれの何が重要かというと、ここに書いてあるんですけども、山線が廃線されるまでの道内最古の鉄道橋として
活躍して、それは経過に溶け込みなんちゃらなんちゃらということで、そう平成8年に、再生、平成9年から使われてますというふうに、この橋としてね、今の橋として使われてるんですけど、そうこれはそう北海道に残る一番古い鉄橋だっていうので、またそれがまた貴重なんですよ。でしかもね、現役で使われてるというのがありがたいですよね。直して使っている。あそこにもそうプレートが掲げられていますけれども、こういうの書かれてますけどね、1899年に作られたというのが分かるプレートも掲げられています。そして入り口には千歳川、そうここからね千歳川なんです大体、まあ、いくつか私もそう千歳川ね途中移しといたんですけれども、そうなんでかっていうと、そう今日はね支笏湖がそう千歳川の、スタート地点であるというのをねちょっとねお知らせしようと思って、それであえてねちょっと千歳川のシーンをちらちら多めに入れてあるというのはそういうことなんです。こちらの方にはね、そう近代化産業遺産ということで平成19年2007年にそう認定されたというのが書かれています。そして上の方には、土木学会選奨土木遺産で、これは2018年、まあ120年もののこう橋をねこうやって渡れるなんてねいいじゃないですか。私も120年生きてみたいですよ。いやそんなこと言わずにね、3倍でも4倍でも240年でも360年でも480年でも行きたいですけどね。また支笏湖といえば、まあ、大きな特徴がね2つありまして、一つは基本的に冬でも凍らない、まあ、たまに凍る年もあるらしいですけど基本凍らない、凍らない湖だということと、それからこう見てわかるんですけども、めちゃくちゃね水がね透明度が高いんですよ。全国1位2位を争うこのね透明度、山側、千歳川の、川側の方にもカメラを向けていますけれども、もう下がね全部スケスケじゃないですか。波がねちょっとあるから、あなんか水が張ってあるなとか、ちょっと緑っぽいからそうだなってわかるんですけれども、こうそこがよく見えるんですよね。なんかふさふさしてますよね、あそこね。ふさふさしてるとかすごいですよね。毛が生えてますよ、川の底に毛が生えてますよ。剃ってやろうかって感じですけどね。なんかこういうところでも結構深いな。こういうところだとね逆になんか魚とかは住みづらいなんていうふうに言いますけどね、栄養がないから。あとねここでなんかカヤックしてる方とかがいらっしゃったら、そうカヤックがねずっと通ってるところを見てなんかちょっと浮いてるように見えると思うんで、そういうのもあれしようかなと思ったんですけども、残念ながらね今ね向こう行っちゃったんですよみんなね。そしてですね、向こうにもねもう一本橋がかかってるんで、あそこからだとそうだな、ここの鉄橋をねそう湖側の方にカメラ向けて撮ることができるんで、ちょっとあっち後で行ってみましょうか。結局で結構時間あるから割とね歩き放題、ただお腹が空いてくるんでどっかでご飯食べましょうね。まあそんなに長い鉄橋ではないですけれども、でもそれでも、いいですね、すごく味のあるいい橋です。私が好きなタイプの橋っていうか建設ですね。そして、支笏湖温泉の案内図ということで、最初ねここのバス停のところにいました。でバス停からこうそうちょっとこう何軒もお店があるところをこう脇通って、で降りて今この山線鉄橋を歩いてきたという感じです。そんなに広いところじゃないんです。5分もあればここまで着いちゃうんで、私みたいに何ゆっくり歩いてもこんな感じなの でそうここからねこう湖畔の、ね、ところにこう広場が作られていて、今度ここ行きます。でこっちの方はね登れないんだな。でもそうここに裏に道があるのと、それからここから登れる道あるか、この道登ればここにも展望台が1個あって、ここも眺めがいいらしいというふうに一応書いてあったんで、ちょっと見てみようかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。